さん、お母さん、私、もう泣かないよ。自身を殴り、友人を殺した憎き仇、イドル。ラフタリアは、自らの意志で過去と決着をつけようとする。かつて囚われていた牢獄に向かうラフタリア。そこで彼女が語った過去は、忌まわしいと一言で片付けることができないほど壮絶なものだった。ごめんね。次回、ラフタリア。